第3代オックスフォードモーティマー伯爵、エドワード・ハーレーは、グレート・ブリテン王国の貴族、政治家。エドワード・ハーレーとサラ・ホーリーの息子として、1699年頃に生まれた。ウェストミンスター・スクールで教育を受けた後、1717 17年2月21日に、オックスフォード大学、クライスト・チャーチに入学。 MA の学位を習得した後1737年5月17日に DCL の学位を習得した。1727年イギリス総選挙でヘルフォードシャー選挙区から出馬して当選した後、トーリー党の一員として活躍したが、1741年2月13日のロバート・ウォル・ポール・ヒメン同儀には反対し、悪に報いるに善をもってすると述べた後庶民員から引退した。 1741年6月16日に、おじの息子にあたる、第2代オックスフォードモーティマー伯爵、エドワード・ハーレーが死去すると、特別残余権により、オックスフォードモーティマー伯爵の借位を継承した。また、1753年より、大英博物館理事を務めた。ブランプトン・ブライアン・ホール1755年4月11日に、バースで死去、18日に、 グランプトン・ブライアンで埋葬された。長男エドワードが爵位を継承した。第四代チェスター・フィールド伯爵フィリップ・スタンホープは1745年に、第三代オックスフォード・モーティマー伯爵と、第三代順弾伯はトキン・ウィリアムズ・ウィンが、トーリー島で、尊敬できる、ただ二人であると述べた。1725年3月16日、マーサ・モーガンと、結婚、5男2女を設けた。 ありがとうございます。